というわけで皆さんこんにちは。今日もねプラモデル作っていこうかなと思います。レトロ自販機ハンバーガーですね。こちらね接着剤が不要なんですよね。まあ、作り方もねすごいシンプルなんですよね。見えますかね、こんな感じでございます。今日はちょっとこちらをね、作っていこうかなと思います。早速ねプラモデルがこうやってひとまとめになってて、このシールがねあるわけですよ。このステッカーがこれ貼っていくわけです。で今日これをね作っていこうかなと、ほぼね塗装とか塗らなくていいというような向けになってるんで、比較的初心者でもできるプラモデルかなと思います。で、まあ、作るにあたってね今日はこちらの方も使って見ていこうかなと思います。これですね、この自販機をイメージして作っていこうかなと思います。こちらねちょっと作ります。今日はねちょっと特別にダイソーでね買ったこのライト、はい、ちょっとやっていきます。こんな感じです。はい、そしてこのプレートをねつけていこうかなと思います。はい、こんな感じです。終盤戦ということです。はい、こんな感じでほぼ出来上がりました。あとはシールを貼っていこうかなと思います。ちょっとこれをね印刷してみました。ちょっとこれをね貼っていこうかなと思います。こんな感じでできました。どうでしょうか。あとはまあちょっと仕上げをやっていこうかなと思います。はい、というわけで完成いたしました。こちらどうです。ちょっとなんか年季を出しつつ、なんかもう昔ながらのドライブインにあるハンバーガーマシンです。自販機ちょっと細かくぐちゃぐちゃに汚いですけどご理解ください。まあ、所要時間は2時間ぐらいでしたね。手込んだ感じでやったんですけど、ちゃんと普通にやったら多分30分ぐらいでできるかなって思います。で、ちょっとね、見ていこうかなと思います。今回の自販機が、こちらですね。見えるかな。これですね。これの
これです。似てますかね。どうですかね。まあ、ちょっと違いはあるんですけど、まあ、およそこんな感じで作らせてもらいました。はい、こんな感じです。まあ、細かくね、部分的にやるのはちょっと難しいかなと思うんですけど、まあ、大体こんな感じです。こんな感じです。どうでしょうか。良くないですか。なんか懐かしい感じで。分かる人には分かるみたいな。細かく汚れの方もね、ちょっとね、区切りまでは手が込んじゃうんでやらなかったですけど、まあこんな感じで、まあ、区切ったらまあ部分的に光ることはできるんですけど、今回はもう簡単な感じでねやってみました。皆さんもぜひこういうのが好きな人はやってみてください。そんなに難しくはないです。100均で十分できる、内容かなと思います。また次回もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。というわけで、個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。